対する6番坂本拓也が後方6番手から上昇して、後ろ3番伊藤和也が追っています。残り2周回、6番の坂本上昇して前4番北川を切っています。内4番北川すんなりと引いて、中段には1番の斉藤を切り替えています。4番北川引いて5番手になって、もう一度縦1列ですが、今度は3番手1番斉藤がスパートをダッシュを迎えます。彼で飛び出して1番斉藤が先頭、番手に5番の打ち合い、6番坂本が下がって3番手、4番北川後方5番手から踏み込んで4コーナーから直線、まあ、1番の斉藤突っ張りますがアウトコースをフルダッシュ、4番北川大五郎です。しかしこのマーク2番の萩原離れた。最終周回1コーナーから2コーナーできて4番北川先頭ですが、この番手はまったのが1番斉藤になっています。それから5番の落合が3番手、4番手が2番萩原と6番坂本で最終3コーナーから4コーナーに向かう。さあ先頭を飛ばす4番北川ですが、この2番手から1番斉藤踏んで直線コース、4番北川先頭、1番斉藤を積み寄りますが北川が逃げ切りました。4番1番5番川本がどういう形でレースをここから進めていくんでしょうか。しかし残り2周というところで、まあ、結果的には川本は下げて3番手の位置、2番明星には1番竹野、まあ、初日は3着は切り替えて追い込んでいくという競争、いい動きを見せました。ここへ託す形で1番竹野、3番手となった川本、ここはラインの厚みを生かしていきたいところ。岡山コンビと橋村、打賞入って3コーナー、打賞とともに4番の平川が主導権を握るべく上がっていきます。さあ明星ははまれるか、番手から3番手インコースになろうかというところだったんですが、6番の川本がここを抑えていきます。中国勢が上がっていきますと明星はスイッチするか、残り1周回を切っていきます。4番の平川が4番手インコースまで下げて、その外に2番の明星、さあここは中段4番手並走という形になりましたが、平川が少し下げる格好となってしまいました。2コーナーからバック入り口、6番の川本がここで縦1列となったところからペースを上げていきます。最終バックを通過3コーナーです。6番川本、3番岡野、3番手5番の橋村、さあ4番手から2番の明星が3コーナー過ぎからスパートしていきます。1番竹野とともに上がっていくが、4コーナーから直線、3番の岡野が張るようなところから伸びていきますが、2番明星もいい感じ、ここは伸び比べ、2番の明星が抜け出した、2番3番1番か。後ろ攻めから中部勢の仕掛け、赤番の方も今通過。さあ眉受け正樹がどう反応するか、岡田の追い出し、正樹明則はどうやら番手を下げます。ここで抑え切ったのは4番手岡田、中部勢3人流れ込んでいきます。短期戦まつぎに切り替えはなく、2コーナーからバックスローな流れ、スローペースを作る4番手岡田に対して下げ切った4番手が1番の正樹明則、早くも反撃態勢を整えています。さあ打賞が入って、この辺りはスプリント戦、前でペースを緩めた4番の岡田、対する正木明のり、そろそろ動きがあるかどうか。2センターから4コーナー回っていきます。さあかなりスローペースの中ですが、どうやら岡田大門このままかけるか。4コーナー回っていきます。徐々に加速して、どうやら岡田大門、ここは腹をくくっての先行勝負になります。さあかけていく4番の岡田大門に対して正木明のりはまくりにかけます。1コーナーから2コーナー縦1本、さあ飛ばしていく4番の岡田大門、正木はまくれるのか。縦長の展開で2コーナーからバックです。先行4番の岡田、番手柴田正木、後ろからようやく正木が動いて、3番手から2番手、少し阻みながら柴田正木も合わせていきます。先頭岡田、まくり返す正木ですが、2番手の外ようやく上がっていく。4コーナーから直線、さあ踏ん張った4番岡田大門ですが、ようやく正木が捕まえました。2着はどうか、2番の大竹のか。昨日も、まあ、5番手からマックルもさばかれてというところです。さあ今日の2分戦はどう立ち回っていくでしょうか。番手は特選スタートの吉永、3番手に5番の米丸、そして6番の宮地と続きます。
一方の友永もこちらもどう攻めていくのか。マーク3番の木村つとむ、そして同県徳島7番の尾崎かすいろと続いていきます。打勝前の2コーナー、ここは2番の友永が後方から動きを見せて竹本も合わせていきますが、さあどうでしょう、ややもがき合ってというところでしょうか。しかしここは竹本が睨みを利かせて友永が下げていきます。下げた位置が6番手になっていきます。尾崎が切り替えました。さあ友永としては苦しい展開です。残り1周回を切っていきます。竹本から九州4社と7番の尾崎が5番手で続く形。一方2番の友永は6番手、7番の尾崎はさらにインコース上がっていって2番手へ上がっていきました。吉永をさばいて2番手に上がりました。竹本の後ろは尾崎で最終バックを迎えました。4番7番1番5番6番、そして2番の友永6番手からまくっていきますが、なかなかいいかかり。3番手で1番の吉永が牽制していく。しかしまだまだ伸びそうな余地はある。4コーナーから直線コース、先頭4番竹本、これを一気にまくり切った。2番友永まくり切ります。2着には4番の竹本、3着争い6番7番接戦。3番今度言うと後ろ止めですが、4番手抑えに行かずともこのままレースができそうですが、どうでしょうか。誘導残った状態でゆっくりとジャンメイの2コーナーに入っています。先頭ユマの吉瀬正成、誘導残った状態、3番の近藤優斗は抑えに行かず、さあこのまま溜めてバクリ一発の勝負か。ジャンの3コーナーに入っています。先頭ユマの吉瀬正成、後ろ再三振り返っていますが、今度は全く動きません。4番手ためにためて最後の一撃の勝負か。ジャンの4コーナーから最終周回に入っています。さあ先頭ユマの吉田正成、吉田まだ後ろ見ている、そして誘導残っています。3番の近藤もさあ少し追い出しをかけますが、ここで4番の吉田が誘導を外して先行体制。1コーナーからの発進です。マーク2番の田島隆、3番手5番の桑田智之、3番近藤はためての4番手ですが、まくれるかどうか。バックから3コーナーカーブに入ります。逃げる4番の吉田正成、マーク2番の田島隆が絶好か。さあ3番の近藤はようやく4番手が踏んできた。4コーナーから直線です。先頭4番の吉田正成、マークから2番の田島隆、田島詰めてきますが4番吉田です。吉田押し切りました。